ありがこんにちは。ゆひ,ひこれ。それでは今回なんですけども、キャッシュレスの生活には必須アプリ AI クレジットがとにかく便利すぎる PayPay ペイペイや LINEPay などの還元率がすぐにわかるということで、なんとですね、僕の動画でも初めてとなる企業さんから依頼が来ました。今回はリエールファクトリー株式会社さんというところからインタビューを受けまして、そしてアプリを紹介してほしいということでしたので、今回 AI クレジットというアプリを紹介していこうと思います。 そもそも紹介するこの AI クレジットというアプリは何ぞやということなんですが結論から言うとスマホ決済などのキャッシュレス決済の還元率が秒速で分かるアプリですなおかつマップと連動しているのでかなり今後のキャッシュレス社会には役立つアイテムですねそれではまずアプリのインストールからお伝えしていこうと思うんですけども iPhone の場合は App Store からインストールしますそしてインストール後は今表示されているアカウント登録画面が表示されるのでここでメールアドレスとパスワードを入力して 新規登録をタップししますそしたらこれで、すすぐに使える準備はできますでこのまま画面が進むとマップが出てくるので、ポイントはここからですね。まあ今回僕は福岡県に住んでるので、まあわかりやすく博多駅付近をピックアップしてちょくちょく見ていこうと思います。例えば、この駅前にあるセブンイレブンをタップしたら、そしたらここにセブンイレブン福岡センタービル店というのが表示されます。 そして、この画面スクロールしていくと、なんとここにですね、還元率がこんな風に表示されてるんですよね。まあ、この段階でも普通にすげえなっていう風に思うんですけども、例えば上の還元率4%のところの支払い方法をタップしたら、還元率4%の支払い方法ということで、還元率1%事前に ペイペイに Yahoo カードを設定しておく還元率3%決済は PayPay 使用ということでトータル4%が還元されるということですねそしてちょっと下の方に下がるとなんとですねキャンペーンも表示されてるんですよ今だともうすぐ終わっちゃうんですけどもセブンイレブンの3社合同キャンペーンなども出てくるということですねいやもうこれ見た時になんか普通にびっくりしましたね、まあ、今回企業さんから依頼を受けたからとかではなくて素直にこれすげえって思いました、まあ、というのもただ単に還元率を載せてるわけでもなく なくて、それぞれのお店での還元率が高くなるように自動的にこう出してくれてる。なお、かつそのお店で開催されてるキャンペーンも表示がされるということですね。 次にこのアプリのすごいのは、この画面を見ていただくとわかるんですけども、ご自身で使っている決済方法で、フィルターをかけて検索をすることができます。まあ上から地域や駅名を入力したり、お店の名前を入れて検索をかけることができます。まあ例えばコード決済だと、LINEPEY、OLIGAINEPEY、p y d 払い、a u p イ、y ルペイなどですね、まあほとんどの主要なコード決済はありますね。あとは非接触決済であれば、ワンオン、ID、ナナコ、楽天、エディ、スイカとかですね。ちなみに今キャンペーン中とかでもあるククイッ ペイについてもフィルターをかけることができます早速、フィルターをかけた状態で検索をしてみたいと思うんですけども、例えばペ、PayPay イペイだとこんな感じですね。やっぱり PayPay ペイペイは使えるお店ってやっぱ多いですね。そして LINEPay だとこんな感じです。まあ、福岡市に関しては LINEPay がとにかく普及しているので、LINEPay も PayPay に劣らずかなり多いです。まあ、という感じに、まあ、フィルターをかけても一瞬で出てきます。この他にも、下のマイページというところをタップするとこんな風にお得な決済方法ランキングとか、 2%、5%還元されるお店の一覧だったりコード決済やクレカ比較などキャッシュレスに役立つ情報がこのアプリにギュッと詰め込まれていますので、まあ、ここら辺もチェックすることをお勧めします。これまで紹介したことをまとめると還元率が秒速で分かるフィルターをかけて検索可能マイページ欄で便利情報が多数この大きく3つでした。 まあ一つ気になる点としては PayPay ペペが使えるお店なのに AI クレジットのマップに載っていなかったりするということもあると思うんですがまあそれに関しては随時対応していくということを担当者さんからお伺いしましたなので今後キャッシュレス生活をする上でかなり役立つアプリだと思うのでぜひ下の概要欄に今回紹介した AI クレジットのアプリをインストールするときのリンクそして今回インタビューを受けた記事のリンクも貼っておきますちなみにインタビューに関してはあまり僕が YouTube ではお伝えしてないことなども少し書かれているのでぜひそれも楽しみに 見ていただければと思いますということで本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました